さあ、そしたら、カーウェイ大佐、カードのことを聞く。私は娘のカードを持っている。気持ち悪い。で、こいつよ、娘のカードを持っているが、普通に戦っては渡してはくれない。で、もし、君がイフリートのカードを私にくれるのならば、私も考えよう。当然勝負に勝たなければ娘のカードはやらないがな。で、ということは、おそらくイフリートを入れた状態で、いや待て、あえて負けるのむずくね。あ、そのためにカーウェイ大佐こんな弱いのか。負けるのが大変。そういうことか。任せろ、私普通にやっても負けるかもしれん。いきなりイフリートを使って無駄遣いしていく。そしてあえて相手にひっくり返させて、いや我々左右強すぎる。いやー、負けようとしないか相手。でもおそらく大丈夫でしょう。お曲くで負けることによってイフリートのカードを失う。確かにいただきました。で、お、こないだもらったイフリートのカードは酒場で一戦、まあ、交えた時に取られてしまった。お前、バカ、何してんの。え、相手、元ガルバディアガーデンマスターのドドンナ。で、え、これでさ、もう一回戦ったら、っていうか我々さ、多分、ほら、お、ディアボロス、A って何 A って。え、A って、9の次ってこと？あれ、これ10進数ではない。いや、クソほど強くないか、我々。もう勝ち確でしょ。で、わ、来たー！リノアカード、エースが左右2つ。さあ、そうしたら、まずは角を取る。そして、ひっくり返させて、で、それをあえて、私がひっくり返すことによって、この左上確定させていく。この作戦合っているのだろうか。で、さらに左も私がひっくり返せば確定するが、やべえ、左下に置いた瞬間それ返されたら負ける。待て、うわー、ディアボロス左下置いたら敵はディアボロスをもうひっくり返す手段はない。いや、そうか。早めにリノア下から、下2だったから、リノアひっくり返しておけばよかったんか。ミスったかもしれん。いや、でも相手はもう手札が弱い。ということは、しっかりと左真ん中確保しながら、お！あ、ダブルでは返せないが、ここ左返したら、もう敵はどこも返せなくなるから、だったらこっちの方がいいか。いや、右下に置かれた時に、いや、左右が強い方がいいから、こっちだな。こいつをここに置いて、で、どこに置かれても、ドーン。よっしゃ。ユーウィン。リノアの娘のブロマイドをもらっていこうじゃないか。オッケーオッケーオッケー。で、お前負けてばっかだな。そして、あれだよね。ドドンナ、任せろ。ドドンナだな。熱い視線。え、こいつ、そんなに、強いのか。いやー、まあ、我々、今負けるような、負ける要素一切ないよね。強すぎなんだが、リーノ、あ、ディアボロス、ミノタウロス、セクレト、カトブレバス。やばい、これ大人のレアカード。お金の力でどうにかしようとしている。子供を大人がいたぶってる。これ出禁になりますよ、カードゲームショップ。そしてさ、ドドンナって誰よ。こいつではないことは確か。あのばあさんにいいカード取られっぱなし。あ、あのばあさん。待て、あのばあさん。え、ドドンナってさ、やべえ、名前聞いたことある気がするけど、忘れてしまった。
プルプルしてるけど、ガーディアンフォースのカードやキャラクターカードはこの世に1枚しかないからの。まさかお前ドドンナではなかろうか。違う、お前じいさんが取られたカードあんま良くないぞ。多分敵あんま強くないぞ。いや、おらんよ、おらんよ、ドドンナ。仕方がない、ドドンナがいないのであれば。え、我々さ、見えない。惜しい、めちゃくちゃ惜しい。防御過程は。で、我々、何してましたっけ。いや、こんなことしてる場合じゃないんすよ。悲惨なことが、ミサイルがもう撃ち込まれて、そういえば今現実でもミサイル撃ち込まれてしまっていますよね。目標はミサイル基地。バックしちゃった。近くね。オッケーオッケーオッケー。わわわ、なんか暴走、あ、3倍だったからか。暴走したわ。あー、これか。燃料残りに突っ込めばいいか、とりあえず。な、仲間ですよ。帰ってきましたよ。あ、甘い。甘えわ、警備。え、ほんまにありがとう。罠癖。なんか罠癖。本当にバレてないの、これは。キキ、注射がうまい。なんやねん、この臭い服。最悪や。足長。定時って何時何分何秒？何言ってんの？何時でもいいよ。かわいいセルフィー。とにかく急いでミサイルの発射を阻止。これしかないんじゃない？もう発射されていたような気がするし、その後我々寄り道していたからもう手遅れなような気が。しないこともがないが、ドアがあったら入ってみる。破壊できそうなところは破壊する。最後は派手にここを爆破して、めちゃくちゃにしてやるんだから。地音が混ざってませんか？おー、セルフィー気に入ったぜ。そう、派手に行こうぜ。では、出発。なんか、ミサイル基地っていうよりは、刑務所っぽい見た目をしているような気もするが。ドア、見つけました、ドア。入りました。破壊しますか？セーブポイント。待て。他は？探索漏れはないか？大丈夫か？行くか？よし。とりあえずバレてはいなかった様子ではある。B1。ん？なんだこれは？開かないよ。扉が開かないのであれば、爆破すればいいんじゃないか。開かないよ。え？積んだ。ちょ、待て。開かないよ、開かないよ。行くとこないよ。お、ID カードを通せ。そんなの持ってへんよ。セルフィー落ち着いて。ぶっ壊せばいいわ。違うか。あ、アーバインさん、やるではないか。ID カードですね。ポチッとな。カード確認、ロック解除。オッケー。で、両方入れるようになったのかな。3に入ってみようか。右は9。だったね、M さん。わー、いきなり誰かおるやん。どないしよう。いつも通りでええやん。静かに歩いた方がええかな。バレんようにこそこそ行こうかな。いつも通りよ。こんな怪しまれたらいかん。任せろ。いつも通りですよ。いつもどう、大丈夫かな。怪しくないか。ちょ、待って、おい、怪しまれたんだけど。げ、なんや、やっぱり怪しかったんかな。基地内をバタバタ走るな。あー、すいません。そういう感じですか。歩いた方が良かったっすね。バッツボタン。よしよしよし。
ちょ、入れないんだけど。あ、はい。すいません。よし、歩いていこう。え、っていうかさ、今の変容、なんとかして変容みたいな、なのって、セルフィーだよね。あんなにゴリゴリの関西弁だったっけ？なんかさ、急にゴリゴリ関西弁出してきてない？うわぁ、ミサイル。あ、もうバレへんか。よし、走ろう。歩こう。セーブポイント怪しいな。さっきもあったのに。もう次のセーブポイントという。わぁ、ドローポイント。ちょっと待て待て。ここ怪しい。セントペーン、ボス戦っぽい。いやー、右行って、おそらく、行き止まりなんだよね。ランチャーリフト。入れるんか。うわー、ドローポイントが左に見える。で、こっちは立ち入り禁止。ちなみにこのパソコンは操作できる。あ、コーション。あ、読めない。あ、英語できなかったから、ネイティブじゃないと。あー、すいません。なんか書いてありましたが、怒られました。いやー、ここ怪しいよな。下から蒸気吹き上げていて、ドローポイントブライン。罠ではない。あー、特に何かあるわけでは。何してんのこの人たち。え、何してんの、怪しいんだけど。こんにちは、何してるんですか。話せない。あ、忙しい。全く忙しいように見えないよ。おい、お前、そういや、そろそろ変電室の点検じゃないのか。なるほど。実写なんだから忙しくってとても無理だ。あ、行ってきます。任せろ。ランチャーリフトで点検中のやつに、後から行くから先に行っといてくれって。オッケー、任せろ。ラッキー。で、お前ら、何に忙しいの。なんかさ、え、何やってんのこれ。スマホでゲームやってるだけなんじゃないのこれ。立ち入り禁止。で、こっちのやつか。任されました。あ、ランチャー室の方か。こっちか。任されました。いや、ドローポイント先に見よう。あれいずやば。なんかまたスマホゲームしてる人いますね。ロマサガ RS ではないですか。それは周回ポチポチしてませんか。伝令を伝えていく。先に行くからって言うてたな。先に行っといてって言うてたな。何やったっけ？先に行っといてくれって言われました。大丈夫かな？合ってるかな？そうか、わかった。でも俺もまだ作業が残ってる。任してください。オッケー。なるほど。そして最後我々が変電所にたどり着くっていうことか。よ、あっちも忙しくて無理だそうです。お前らどう、まあ、どうするよ。我々が、っていうか我々なんか体格、我々ちっちゃくね？あ、お前らでけえのか？さすが軍隊。兵士でけえな、体が。てんてんてん。私めが、任してください。しょうがない。あんたたちに頼んでいいか。おい、そりゃやばいだろ。もし何かあった時に、基地司令にバレたらどうするんだよ。大丈夫だよ。いつも点検ってもちゃんと動いてるか見て終わりじゃねえか。そういう油断がな。なんだっけ、あの、なんとかね、工事現場のなんとかね、猫、よしってやつ。あれじゃない。まあ、こういう事態だからしょうがない。というわけで、任せてください。はい、私たち、点検に参りました。お、そうか。じゃあ、警備も交代。おー、そうなんだ。
おいお前走って、お前走るなって言って、お前走っとるやないか。許せん。あ、そしてここは歩くしかできない。すげえの、なんか映ってるけど。ブリザラドローしていく。そして変電施設、とりあえず 2,3 発どついてみようかな。何かわからへんし適当に押したね。適当に押してさ、ミサイル発射されたらそりゃそれでまずくない？どついた方がいいよね多分。どんどんどん。ん？なんも起こらへんな。そうか、叩くのはむしろ昭和の修理方法。治っちゃったかもしれん。まあいや、ガンガンどついた方がいい、これは。壊してこう。ね、連動しろ。よーっしゃー。うわー疲れた。よいしょ、まだか、まだか、まだなのか。連動してる、連動してる。こう、壊れて、壊れて。よーし、ぶっ壊したか。いやー、疲れた。あれは真っ暗になっちゃったよ。電気落ちた。電力系統に異常発生の模様。整備兵は速やかに原因を調査せよ。やべ、我々来るかもしれん、我々のとこに。じゃあ次行こう。逃げろー。あ、枕。お前ら、これどういうことだ。とりあえず言い訳してみようか。なんて言わん。今来たとこや。呼びに行こうとしたとこ、今来たとこです。何が何だかさっぱりわからず。嘘バレて、見られてる。しまった。難儀やな、もう。気のせいやって言って、もう見られちゃってたから、故障が手に負えません。機械の状態が悪くて、私たちには手に負えません。そうか、わかった。あとは俺たちに任せろ。あ、セーフかもしれん。うわ、結局、芝くんかーい。やり過ごしてもよかったんじゃないか。もうセルフィーなんか、ちょっと恨み晴らしたるで、みたいな。まあまあ、仕方ないか。んで、あいつらがあの部屋に、行って、しばかれて、まあ、待って待って。しばかれて、え？こいつらもいなくなる。オッケーオッケー、通れるようになった。で、右か。なるほど。いや、ちょっと気になることありまして。さっきさ、しばいたやつらいるじゃないですか。しばかれたの見に行こうぜ。どうなってんだろう。あ、跡形もなく、デジョンしやがった。そしたら、アップになった。あ、おい、そこの見かけない顔、顔見えてます。見えてんのか。いやー、まだおとなしいしときましょう。まあ、この際誰でもいいんだけど、はい。人手が足りない。任せろ。バトル。いやいや、手伝いましょう。いやー、でも、手伝わないで後ろ行った方が良かったんかな。何を手伝わされるのだろうか。電力切れたからって人力なん？さすがにそれは、ファイト一発すぎんか？ちょ、筋肉番付で見たかもしれん。いや、これ無理っしょ。無理じゃないっすか、これは。あの二人の真ん中に一人、両端に二人、ああ。いや、我々さ、リノア、セルフィー、アーバイン、非力。いや、一番非力なメンバーと言っても過言ではないかもしれん。かといってスコールが、スコールも非力だよ。というか、入れないんですが。
あ、こういうことか。ファイト。まだ連打。いや、俺連打苦手なんよ。くそ、疲れた。頑張れ、頑張れ、連打や、連打や。はあ、まだか、まだなんか、もう無理や。ちょちょ、きつい、きつい、きつい。本当にきつい。もう良くない、もう良くない、もう良くない。まだなんすか、まだなんすか、もう無理っす。ちょ本当にもう無理っす。死ぬ、死ぬかと思った。もう無理よ、もう無理よ、もう手伝わんからね。ご苦労だったな。外のコントロールパネル座標を、あー、もう疲れて、私もう疲れて、変なボタン押しちゃうかもしれん。誰か操作はできるか、まあできるわけないよね。間違って発射しちゃったらとんでもないことになる。それだけはまずい。いや、しかも英語、それだけはまずい。おい、発射って英語でなんて言うの？Welcome to HTMS。ハロー。ターゲット。あ、目標変えてやろう。え？シミュレーション、待て待て、目標設定。まず、目標を、え？待て待て待て。え？目標設定。お、あー、なんか、え？はい。え？セットターゲットは無理。セットエラーレイシオ。ん？方向キー右で誤差。あー、そういうこと？任せろ。誤差最大。誤差最大の設定って意味あるん？これ。誤差ってさ、最小以外に最大にすることってあります？この設定の意味って なんでしょうか？よくわかんないけど、まるでいいや。え、これで外すってことだよね。で、データ送信して、OK to アップロードして、3発ユニット1誤差拡大、ユニット2誤差拡大、ユニット3エヴァだったらこの辺りで暴走。さすがにしないか。んで、多分これで外れるっていうことなんかな。装備確認、あー、むしろなんか今協力しちゃったわ。そういえば大丈夫だったかな。シュミレーションして、テコ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 、ガルバディアガーデン。で、それが誤差マックスにしてどれだけそれるか。あ、バラムガーデンだ。そうだね、バラムガーデン。シュミレーション終了。この丸が誤差っていうことか。え、結構、当たるな。5分の1くらいで当たる気がする。やっぱりいけないのかな。ミサイル座標データ設定の報告に来ました。ご苦労だった。通っていいぞ。あー、なんかいけました。あんな小さいやつ、この基地にいたかな？確かにね、我々めっちゃちっちゃかったよな。音楽やばいし。あれ、これビックスとウェッジ、あ、上級兵か。
こちらも準備完了しました。よし、若干のトラブルはあったが、このまま作戦を続行する。士官。当初の予定からは遅れたが、今から発射の最終ステップに入れ。やっと最終なん、めちゃくちゃ待っててくれてるやん。そしてこの士官、ポーズがダサい。最終ステップに入る。各員は直ちに所定の配置につき、ミサイル発射の最終態勢に入れ。なんだ、おいお前たち一体何の用だ。わー、士官なんかちょっと強そう。ミサイルの座標データの報告に来ました。うん、お前たち、わー、バレてるっぽーい。何か怪しいと思っていたが、お前たちが侵入者だな。さすが士官、部下のことをすべて。